さん、こんにちは。さきまつさん、今遅れていて、ちょっと曲かけときます。少しだけ喋ってあ、今ご飯食べ終わって、下がりいかが少しですか。台風がね、来てるみたいで、沖縄風が強いですね。特にこっちネギナマン、ヘミギナマン高台にあるので、さきまー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 あつしさきまーあつしさきまーさきまーさきまーさきまあつし、さあ、時刻は1時を回りました。今日は7月17日水曜日、この時間はですね、さきまあつしのハッピートークのお時間ですが、実はさきまさんですね、前の仕事がちょっとですねあって、若干遅れるとの連絡がありました。楽しみにしていた皆さん、来て、さきまあつしさん、到着次第一緒に喋っていきます。ぜひ皆様、今日も本日もさきまあつしのハッピートークお付き合いください。そしてですね、今日はさきまあつしさんゲストなくですね、さきまあつしさんが、がっつり語ります。はい、いろんなことをですね、さきまさんがっつり語ります。もちろんツイキャス、あるいはメールでね、皆様のご参加、質問もどんどんぶつけていきたいと思いますので、ぜひ後ほどさきまさん来たらですね、参加してください。よろしくお願いします。で、さきまさん来るまでこの時間帯ですね、ちょっと小粋な音楽をお楽しみいただけたらなと思います。ちょっとね、夏にいい感じじゃないかなっていう曲セレクトしてまいりましたので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。さきまあつしのハッピートーク、後ほどさきまあつしさん到着次第、始めたいと思いますので、それまでは音楽でお楽しみください。じゃあ皆さん、後ほど、すいません、それまでちょっと景色見とく、後ほど戻ってきます。トイレも行きたい。
さんお待たせしました。意外と早かったですね。着きましたよ、佐喜眞さん。よろしくお願いします。あ、すいません。ありがとうございます。全体会議だよ。ありがとうございます。最後。今、ツイキャスも配信しておりますので。バチバチ。さあ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 。じゃあ仕切り直しで。はい。もう一度テーマ曲からいきましょう。そうですね。はい。スタートする。すぐ言っても大丈夫ですか？じゃあ、はい、いただきます。ありがとうございます。よし、いいですか？じゃあ、いきます。咲きまーす、咲きまーす、咲きまーす、咲きまーす。咲きまーす、咲きまーす、咲きまーす、咲きまーす。はい、皆さんこんにちは。咲きまーすのハッピートークの時間でございます。少しばかり時間が遅れましたことをまずもってお詫びを申し上げたいと思います。今週はゲストを呼んではおりませんけども、はい、1時間少しねテーマを絞ってお話をさせていただきたいと思いますが、はい、21日に迫ってまいりました。そうですね、参議院議員選挙について、はい、いろんな角度から、皆さんのご意見も受けながら番組を進めていきたいと思いますから、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。もう到着次第、はい、すぐですね、始められて落ち着く間もなく汗かいてますね。今日もですね、2時まで生放送でお送りしていきますので、はい、ぜひぜひ、はい、皆様お付き合いよろしくお願いします。さあ、この番組では皆様からの、メッセージ、そしてご参加をお待ちしております。メールアドレスが 797@fmgino1.com 797@fmgino1.com でございます。さらに FM ギノワンでは、YouTube ライブ、ツイキャスにて、サイマル放送にてネット配信も行っております。そちらからもぜひご参加ください。ぜひお願いいたします。はい、さあ今日はですね、参院選について佐喜眞さんに熱く語っていただきますので、はい、よろしくお願いします。熱く語るっていうのもね、はい、候補者を選ぶのはやっぱり有権者でございますから。そうですね、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは一旦 CM 行きたいと思います。はい、一回ね、参議院選挙の、はい、候補者の名前を言って、はいはいはい、まあ、それぞれの今、メディアで報道されてますから、はい、政策とか人通りなどもすでにご承知をしたと思いますけども、私的にこうあってほしいというもの、人となり。でも今日、今回謎の人たち、まあそれはそれとしてもはもう一般論ですから。あ、そうですね、私も全ては掌握してませんので。
さあお送りしております佐喜眞淳のハッピートークでございます。はい、はい、さあいよいよ今週ですよね。今週日曜日なんですけども、はい、まあ、参議院議員選挙の投票日、はい、ただちょっとね台風が来てるという情報もありますので、はいはいはい、まあ、早めに投票を、ね、ですね、やっていただければいいのかなと思いますけども、はい、台風それつつあるんですが、うん、ただやっぱりね、20日、はい、19日から20日にかけて結構接近しそうなので、うん、そうですね、やはりね期日前で確実に選挙していただければ、ね、投票していただければと思います。はい、まあ、宜野湾市に関して言えば、はい、期日前は、はい、市役所でやりますけども、そうですね、昨日から、はい、確か、市立体館でも、そうそうそうだそうだ、9時からだったから10時、はい、10時から、7時まで、うん、午後の、はい、ね、私立体館でも期日前投票ができるそうでございますから、はい、ぜひそこもご利用していただければありがたいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、今候補者が、うん、4名なんですけど、はい、はい、実はあの、まあ、届け出順で言うと、はい、浅戸重信さん、浅戸さん、高良哲美さん、はい、磯山秀夫さん、はい、で玉城智輝さんという4名の方が沖縄選挙区から立候補をされておりますし、はい、実は参議院選挙は、沖縄選挙区と、はい、あと2回投票ができますけど、あと1回ですね、はい、2回目の投票は沖縄ではなくて、はい、全国比例区、全国比例、はい、はい、まあ、全国比例区はもう比例候補者っていうのはもう100名以上だから全国の中から選ぶんですよね。はい、そうなんです。だから、ね、投票所に行くとまずあの、はい、選挙区の今言った4名の方々の名前が、はいはいはい、あの各ところに、はい、提示されておりますけども、はい、2回目の投票はもう100何名かもうこれから選ぶのも大変だと思いますけど、民主主義の原点というか、はい、一票の重さが、これからの政治というか我々の身の回りも変わっていくだろうと思いますから、ぜひまず冒頭には、有権者の方々には、はい、投票に行かれていただきたいと。まあ、21日どうしても行けない方々は、宜野湾市の方では、市役所と、はい、市立体館で、はい、期日前投票が行うことができますので、はい、ぜひご利用していただきたいと思います。本当ですね、うん、だんだん投票率が下がってきてるので、そうなんです、寂しいですね、寂しいですね、うん、上げていきたいなと思っておりますが、はい、まあ、選挙的に言えば今日が水曜日、はい、まあ、あの明日から、明日から、まあ、新聞報道あるいは 我々の世界では三日攻防とか、三日攻防、三日戦争とか、はい、そういうふうにいわゆるこの選挙の終盤戦の、まあ、締めっていうか、はい、時期になります。木曜金曜土曜と、うん、まあ、土曜日には、選挙の打ち上げということでですね、はいはいはい、各地で、多分打ち上げ式とかですね、うん、いろんなイベントがあると思いますが、はい、ぜひ注意深くその選挙戦の、ね、終盤、はい、特に打ち上げなども見ていただきながら、うん、どの候補が、まあ、参議院国政と言っていただければいいのかなと考えていただきたいと思います。わかりました、はい、それでですね、うん、この参院選の、はい、まあ、選ぶポイントというか、うん、争点というかそういったのを聞いてきたんですけど、はい、今日は、はい、まずは経済産業について、うん、佐久間さんどんなですかね。まあ、まずあの、まあ、テレビでも、はい、あるいは新聞でも、はい、メディアで、まあ、4名の方々の、はい、まあ、いわゆるその政策、はい、公約っていうものが、まあ、出てると思いますから、はい、改めてあの各自の公約はですね、ぜひご覧になっていただきたいと思いますから、はいはいはい、私的に言えばポイントですよね、うん、経済産業、はい、あの沖縄の経済は今比較的安定あるいは伸びていると思っているんですけども、はいはいはい、まあ、これはなぜかというと、はい、民間観光客がこの右肩上がりで伸びていることも含めて、はいはい、民間の例えばホテルとか、はい、そういうのが建設ラッシュみたいな形になってますので、はいはいはい、民間がこの経済を底上げしていると。あ、逆にじゃあ公共、はい、いわゆる地方自治体はどうかというと、はい、一括交付金というのが、はい、毎年毎年減らされている状況なんですね。あ、はいはいはい、実はこれも大きな問題で、少し選挙とは違いますけども、はい、宜野湾市でも私が市長時代に、はい、例えばその一括交付金で行う事業というものを、はいはいはい、まあ、満額要求したときに満額回答が来たと、はいはい、まあ、そういうものが 2,3 年続いたんで、はい、その事業計画というものを予算を決めてその予算を置いて事業計画するんですけども、はいはいはい、ただ毎年その一括交付金ハード、うん、ソフトを含めて減額されている現状ですから、はい、ピークの時と今現在
確か600億近く、あんなに、はい、減額されておりますから、600億、市町村の事業がものすごく今窮屈、はいはいはい、で予定通りにいかなくなっている現状がございます。まあ、そういうことを加味したときに、うんうん、まあ、予算だけの話をするのはちょっとあの厳しいですけども、はい、ただやはり市町村に住んでる住民、いわゆる県民の方々がしっかりと住んでてよかったと思えるようなことを考えたときに、予算をどういう形でこれから確保できるか、はいはいはい、いわゆる国政において沖縄の、うん、求めている予算をどういうふうにキープできるかということも一つの、うん、まあ、国政の、国会議員として送られた方々を考えていただけるというのも私は一つのテーマなのかなと、はいはいはい、加えて実は復帰から47年目を今迎えておりますけども、はい、あと3年すると復帰50年、はい、ということは沖縄の特別措置法というものがいわゆるその47年の復帰から50年を迎えて、はいはいはい、新たな50年の新しい振興計画をどういう形で作っていくか、税制、予算、あるいは計画を含めて、さまざまな課題というものをチョイスしながらも、沖縄側から指導し主体性を持って作っていくっていうのも私は必要だと思うんですね。要するにこの3年間でいかに沖縄の、はい、まあ、羅針盤的な計画を立て、はいはい、復帰50年のスタートとして、うん、まあ、振興計画を新たな振興計画としてスタートをさせると、まさに政治経済も含めてですけども、そういうところをやはり国政の場でしっかりとこの、まあ、県政のサポートというか、はい、県民のために働くということは重要だと思うんですね。これじゃあこの3年で、うん、はい、本当に未来の沖縄の舵取りが決まるみたいな、言ってみれば、まあ、そうだということになります。例えばその、まあ、今モノレールが開通しておりますけど、はい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 、やはりそれも、振興計画の中にも落とし込みをされながら、やっぱり計画的かつ、はい、まあ、若干時間かかる部分もあるにしても、やっぱり大型プロジェクトとしての位置づけがあったと思いますね、はい、ですからこれから沖縄が、まあ、今経済民間を中心に伸びているというお話しましたけども、はいはい、これが必ずしもずっと未来永劫、ね、経済が好調かというと、それは当然そういうことは、あってほしいんですけども、必ずしもそうはならないと、はい、じゃあそういう時にいかに沖縄が自立できるような経済産業というものを生かす時に政府とどのような対話するかだと思うんです。あ、なるほど。その理由としてはやはり沖縄の振興計画というのは、はい、沖縄はこうしたいといえども、やはり法治国家ですから、はい、国政、いわゆる司法、はいはいはい、立法の方ですね、うん、立法の方でどういう法律を作るかということを、はいはい、国会で決めなきゃいけないと。だから逆に言うと国会議員がどういう仕事をするかによって沖縄振興計画もある意味変わってくると言っても過言ではないのかなと思いますから、まあ、今回の参議院議員選挙においても、はい、そういうような未来を少しね想像もしながら、もう3年というのはすぐ来ますから。すぐですよね、はい、ですから僕はね、ちょっと心配なのは、今の沖縄県と政府というものが、はい、何か普天間の代替施設の県で、裁判闘争ばっかり繰り返している状況がですね、はい、他の分野に影響しないか、うん、いわゆる見た暮らしや経済、産業、ひいてはこの沖縄振興計画まで影響してはならないというのが、私の意見ですけども、ぜひそのあたりも含めて、うん、いかに沖縄の経済を自立法、経済という形で伸ばしていくか。はい、でそれから、まあ、県民所得とか、うん、そういうものにつなげていくと、はいはい、いうようなことも考えてもらいたいと思います。これやっぱりこの3年後の沖縄振興計画というのは、うん、はい、やっぱり沖縄主導でやっていって国にこう動いてもらうというか、そういった方がいいんですか。まず今まで1時2時3時4時5時とやってきましたので、10年計画、うん、10年間の特別措置法ですから、はい、いわゆるこれから10年間の総括を入れると思うんですね、はい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 、まあ、総括入れるのあたってはやっぱり国と沖縄県、場合によっては市町村も含めていろんな角度からこの部分は継ぎ足す、はい、あるいはこの部分はもうある程度一定程度成果が出たというような形でですね、総括を入れながら、うん、例えばその第二活動とか来年できますけども、はいはいはい、いわゆる観光がリーディング産業であれば、うん、沖縄の観光に向けてのどういうものが必要であるかということも含めて、まあ、例えば税金、
どういうふうな観光税といろんなものをあの議論をされているようでございますけども、はいはいはい、ぜひそういう意味では特別措置法ですから、いろんな角度から、沖縄側が主体性を取って、はい、政府と会話を通しながら、ある意味交渉を含めてやってもらった方が後々いい法律になるのではないかと思います。あ、結局これって法律になるんですか。はい、ですから沖縄が勝手に決めることできないんです。はい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 、はい、うん、なるほど。だから国会が本当に重要ということですね。はい、うん、今って税制とか酒税もそうですけど、はいはい、うん、実は隠れたとこあんまり知られていないとこがかなり優遇されてるじゃないですか。はい、まあ、今お話しあってる酒税、はい、まあ、オリオンビール、そちらの青森業界などなど含めて、それは当然優遇処置という形で、ある一定程度の税減措置はされておりますし、まあ、さまざまな分野で行われています。まあ、例えばこの西、まあ、FM 議論がある西普天間住宅地区は、はい、跡地利用推進法に基づきながら地権者に対しての、まあ、保障も拡充をされましたし、あるいはその跡地ということからすると、うん、まず支障除去返還されて、さまざまなものが、まあ、例えばその不発弾とか、はいはいはい、埋設物とか、あるいはさまざまなものが、まあ、建物であればそれをどかす、で壊す、そういうものも国の責任においてやると、はい、それも跡地利用推進法の中でも明記をされ、うん、ある一定程度のやっぱりこの政府の役割というか責任が明記されておりますから、はい、ですからこの西普天間住宅地区で培った経験、いわゆるこういう問題課題がありますから、はい、それを改善をして新たな沖縄の、まあ、沖縄というのは跡地利用推進法の、ね、はい、拡充につなげていくということも今テーマとして まあ、総括というか、はいはい、点検作業が必要だと思います。なるほど、はい、それが、ね、なくなったらちょっと大変ですからね、うん、やっぱりその辺はそうなんですよ、対話をできるようなまずその感じになってほしいんですけど、例えば我々分野からすると、はい、市役所もそうですけども、はい、各専門、まあ、担当部署がある、はい、まあ、基地であれば、基地政策部とか、はいはいはい、まあ、例えばその、まあ、学校であれば、教育委員会、教育委員会、はい、だからその経済であれば、まあ、市民経済部とか、さまざまなその担当部が、はい、各分野で、担当してございますから、はい、まあ、経済産業という部分からすると、そういう未来志向でどのような沖縄を作っていくか、その前提となるのは自立経済、はい、そして働いている県民の方々の、まあ、県民所得をアップする、はいはい、そういう環境づくりのために何をするかというときに、沖縄の特別措置法というものが有効利用し、かつバージョンアップをする、そのときに今まで の進行計画というものがしっかりと具体的に理解をしながら、新たな50年の節目の年でどうスタートするかというときに、うんうん、まさにこの3年間が重要である。だからこそ逆に喧嘩ばっかりするではなくて、しっかりと対話、まあ、対話という一言で言ってますけども、そこには交渉というのがあるんですよ、はいはいはい、政府のどの、省庁においてもしっかりと交渉もしながら、うん、まあ、多分内閣府が一括でそういうことをですね、はい、担当はすると思いますけども、ただ私はやっぱり沖縄のこの地政学的な位置とか、はい、歴史的な背景とか、うん、あるいは沖縄の持つ魅力、うんうん、まあ、まさに観光客の数から見ても、もう日本全国どこを見ても、うん、沖縄はもうそれこそね、はい、まあ、トップランナーというか、はい、いうような他の都道府県から見てもやはり沖縄の魅力っていうのは伸ばしていく必要があると。だから逆にそのもっともっとね、政府に対してアプローチするのは重要ではないかなと思います。はいはいはい、そういう視点からね、うん、まあ、候補者の、はい、政策公約を聞いていただきたいんですが、うん、はい、シュプレームさんから来ています、はい、こうして政治が何をするのか何をしたいのか明確に主張いただけると有権者は判断しやすいですね、うん、って来てますが、そうですね、うん、まあ、得意不得意ももしかするとあるかもしれませんし、はいはいはい、うん、市町村長のような、あるいはその都道府県庁のよう、県知事のように、はい、予算を作るっていう側ではないんですけども、まあ、やはり国会議員ですから、はい、それなりのやっぱり責任と、やっぱり力があると思うんですね、うん、はいはい、でそこで公約を掲げながら、私はこの点については、例えばその政府に対してもしっかりとコミットしながらも、結果を残していくと、うん、だから公約っていうのは逆に言うと、
それをこの任期の間にやるっていうことの約束事ですから、その約束に基づいてその任期中にどういうアクションをし、どう結果を残していくかっていうことをやっぱりまあ、選んでいただくっていうその有権者の方々には示す必要があると思うんですよ、はい、だから理想だけ掲げるんではなくて、はい、やっぱりしっかりとその向けて何事にもそうですけどもアクション、アクションの結果として、まあ、実績が結果が出るというようなことは必要だと思いますから、はい、各候補者の、まあ、公約の中身を見ながらで実現性っていうものが本当にあるのかどうかというものも考えるべきではないのかなと思います。ちょっとずれますけど、うん、この通った人、まあはい、先にね、衆院選とかもありましたけど、はい、うん、通った人のこの動きがこちらからしたら、まあ、取りに行ってないからかもしれないですけど、はい、情報を、うん、なかなか見えないんですよ、はい、これ情報を見るためには逆にどうすればいいんですかね。監視ではないですけど国民やっぱり選んだから県民も見ていかないといけないですよね。この人本当に前言ったのやってるの、うん、みたいな。ここはですね、私もなかなかね、はい、基本的に今の質問というのは 大変重要だと思うんですね、はいはい、ただなかなか一個人というか一議員のこの、はい、まあ、パフォーマンスというか公約に向けての取り組みというのは、はい、紙面上なかなかないですから、ないですね。ですから例えばその候補者というか議員になられた方々のホームページとか、はい、あるいは、まあ、ブログなどいろんなあると思いますし、うんうん、まあ、そういうところで確認するというのも必要だと思いますし、うんうん、まあ、各、議員さんによっては議会報告会とかそういうのもありますから、そういうことでその、まあ、この告知されたものについて、うん、まあ、その会場に行くとか、はいはいはい、ただなかなかね、なかなかね簡単には、うん、そうだから市長とか、まあね、うん、佐喜眞さん、はい、宜野湾市長でしたけども、はい、市長とかだったら見えやすいと思うんですよ、うん、そうですね、はい、でもやっぱ国会議員となると、うん、なかなかやっぱテレビでもなかなか見れないですし、うん、ちょっとどうしたらいいんだろうっていうのはありますけど、日本の国会の仕組みっていうのは、はい、まあ、それは好き嫌いかは別にしても、まあ、今現時点での、はい、まあ、体制っていうのは、はい、やっぱり政党政治なんですね、はいはいはい、まあ、その政党が、まあ、いくつかあると思いますけど、政党の中で所属する政党として、まあ、選挙に出ると。当然選挙に出るということは、当選あるいは落選というのが出てきますけども、はい、今現時点の中で言えば自民党公明党さんが連立政権を取っているということからすると、はい、まあ、そういう意味ではこの連立政権の中にいる人たちというのは、まあ、結果が出しやすいというのが一つあるのかなと思います、はいはいはい、見えやすいですし、見えやすいし、ね、はい、それでは一旦、はい、経済